10年前にはできなかったのだけれども、自分自身を大切にし、人生に感謝している。女優として様々なヒット作の役をこなし、映画界の第一線で活躍し続けているアン・ハサウェイ。輝かしいキャリアばかり目立ちますが、彼女が全米から最も嫌われている女優の一人だとあなたは知っていましたか？一時はハサヘイターという造語ができ、激しい誹謗中傷の的になったほどです。世間からのバッシングを受け、失意のどん底に落ちてしまうアン・ハサウェイは、なぜそれほどまで嫌われてしまったのでしょうか。彼女の苦悩の道のりを振り返りながら見ていきましょう。ハサウェイは思春期にうつ病に苦しんでいました。彼女は他人を受け入れる方法、そして自分を愛する方法を知らずに育ち、常に孤独だと感じていたのです。不安で眠れない夜も多く、自己嫌悪に苦しんでいたみたいですね。ニュース番組のインタビューでは、自分のことがとにかく嫌いでした。気づいたらそういう性格だったんです。私は自分自身を愛する方法を知りませんでした、と当時のことを振り返っています。16歳になると夢を追いかけ、故郷ニュージャージーからカリフォルニア州のロサンゼルスへ引っ越します。すぐにドラマシリーズゲットリアルの主演に抜擢され、人気を集めます。19歳の時にプリティープリンセスで映画デビュー、主演として実写版ディズニープリンセスを演じ、映画は大ヒットを記録します。その後もブロークバックマウンテン、プラダを着た悪魔など高い評価の映画の役を次々とこなし、女優としてのキャリアを積み上げていきました。しかしアン・ハサウェイはそれでもなお不安や緊張感を抱き、自分は十分ではないと思い悩み続けていました。2013年、アン・ハサウェイはレ・ミゼラブルでついにアカデミー助演女優賞を受賞します。髪をバッサリとショートにし、体重を11キロ落とすなど、ストイックな役作りと体当たりの演技で難しい役を見事に演じきり、高い評価を受けました。ところがこの授賞式を機に、事態は思わぬ方向へ転んでいくのです。彼女が授賞式で行ったスピーチが原因でした。いい子ぶっている、名前を呼ばれた時の驚き方や喜び方が嘘くさい、大げさ、うざい、などと大不評。さらには乳首が透けて目立っていると授賞式で着ていたドレスにまで非難が。とにかく取ってつけたようなありとあらゆる理由で大バッシングを受けました。アンチによって作られた言葉、ハッシュタグハサヘイターが一人歩きし、 SNS やブログ、メディアなどのネット上で、なぜ彼女は嫌われるのかなどの記事が出回り始めます。ラジオ番組では、大体みんなアン・ハサウェイが大嫌いだよね、でもなぜか理由が説明できない、彼女って常に女優でさ、賞を受賞した時でさえ、全てがまるで台本にあるかのようにスピーチしたよね、と、まるで優等生をいじめるかのようにアン・ハサウェイを誹謗中傷したのです。理不尽な悪評によりオファーを断られるなど、仕事にすら影響が及び、ハサウェイにとって辛く苦しい日々が続きました。しかし彼女は人前やメディアで被害者ぶって泣き崩れることはありませんでした。最初はネット上の批判を気にしてしんどい思いをしていたようですが、彼女は前に進み始めます。人生は他人を喜ばすことだけじゃない、全ての決断は自分のためのもの。エゴサーチをやめてバッシングを跳ねのけ立ち上がったのです。ハサウェイは当時を振り返り、インタビューにこう答えています。ひどい扱いを受けたけれど、それによって成長することができたの。あの出来事の全てが私をもっと愛情ある優しい人間に変えてくれたわ。自分をかわいそうな被害者だとは思わないわ。苦境から考え学び、内面的に強い女性へと成長していくハサウェイ。乗り越えることができたのは夫の支えも大きかったようです。ハサウェイはオスカーでの悲劇の1年前にジュエリーデザイナーで俳優のアダム・シュルマンと結婚しています。ちなみにアダムと出会う前の彼氏は詐欺行為で逮捕され破局。元彼はハサヘイターに便乗して破局の真相の暴露本を出すことを検討しているクソ男っぷりです。そんな最低な男と真反対のような夫アダムとの夫婦関係は良好で、雑誌のインタビューでは、彼は私がこの世界で快適に過ごせることを教えてくれましたと、ハサウェイは夫の愛で自分は変われたと公表しています。ついにアン・ハサウェイは他人を受け入れる方法を学び、自分のことも愛せるようになったのです。2016年、2人の間に第1子が誕生し、2019年には第2子を出産します。妊娠中にはインスタグラムで自身が不妊と戦ってきたことを公表しました。不妊症、流産、妊娠に悩める女性たちを勇気づけ、エールも送るようになれたのです。またハサウェイはハリウッド女優たちの苦悩と人権侵害ともいえるファットシェーミングにも声を上げています。
ファットシェイミングとは、太ってしまった女優などがターゲットにされ体型批判をされる誹謗中傷行為です。16歳でデビューして以来、不健康で過激なダイエットを続けてきたアン・ハサウェイ。特にレ・ミゼラブルでの役作りではかなり無理なダイエットをしたようで、元の健康状態に戻るまでかなり時間がかかったと公表しています。ハサウェイがダイエットを続けた理由は役作りのためだけではなく、世間からのファットシェーミングを恐れていたという理由もあるようですね。少し太ろうものならメディアに取り上げられ、プライベートな写真をネット上に公開され中傷されるなど、ハサウェイ自身も経験した誹謗中傷をやめさせようと声を上げ続けています。2018年には彼女はインスタグラムに自身の動画を上げ、私は映画の役作りのために体重を増やしているの、太ったねと、そのうち誰かが責めてくるだろうけど恥ずかしいのは私ではなくあなたよと投稿しました。女優として様々なヒット作の役をこなし、映画界の第一線で活躍し続けているアン・ハサウェイ。世間からのバッシングという辛い経験を乗り越えることで、ずっと苦しんでいた自分を好きになれないといった自己肯定感の低さを克服し、逆境を見事に成長の糧としています。苦境から立ち上がり、愛と権威をつかんだ、まさに現代版シンデレラストーリーと言えるでしょう。アン・ハサウェイのさらなる活躍が楽しみですね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。海外スター発見チャンネルでは、主にハリウッドスターの生い立ちを紹介しています。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価を忘れずにお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。